ソルジャーズソウル。君は伝説の中にいる。さあ、どのようになる戦いがここから始まったの。あなたは負けることはない。私は信じています。サンクチュアリ決戦の火蓋は切って落とされた。邪悪の矢を受け倒れたアテナを救うために、ゴールドセイントの立ちはだかる12の宮を突破せよ。急げ、アテナのセイントたち。セイヤたちが陣馬宮への道を進む頃、アテナが密かに持ち込んでいたサジタリアスのゴールドクロスが突如光を放ち、陣馬宮へと飛び去った。共鳴する12体のゴールドクロス、幾世層の時を超え、サンクチュアリに全てのゴールドクロスが結集した瞬間だった。3人はアイオロスの死を悼みつつも陣馬宮へと乗り込んだ。これはサジタリアスのゴールドクロス。そうか、さっきこの陣馬宮へ入っていった光はこのゴールドクロスだったんだ。え、サジタリアスのクロスが動いてる。まるでセイヤを狙っているかのようだ。セイヤ危ない。これはどうやらアイオロスの残した言葉のようだな。氷河、よかった、無事に天下地球を抜けてきたんだ。サジタリアスのゴールドクロスはセイヤを狙ったのではなく、壁に刻まれたこの遺書を見せようとしたようだな。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。アイオロスは俺たちが来ることずっと待っていてくれたんだな。いつ来るかわからない俺たちを、永久に誰も訪れないかもしれないこの陣馬宮で、アイオロスの熱い思いがあのわずかな遺書から伝わってくる。アイオロス、今ここで改めて誓う。アテナは俺たちが必ず守り抜くと。この先どんなことがあっても死ぬなよ。この果てしなき星渦巻く銀河で同じ時代を分かち合って生まれてきた熱き血潮の兄弟たちよ。第10の宮、マカツ宮へ突入したセイヤたち。しかしそこにゴールドセイントの姿はなかった。セイヤたちは一気に宮を駆け抜けようとする。だがその背後から不意をついて、ヤギ座カプリコーンのゴールドセイントシュラが恐るべき手刀で大地を深く切り裂き、シリュウと他の3人を分断してしまう。お前がマカツ宮を守護するカプリコーンのシュラ、他の3人のように飛べなかったところを見ると、俺が切り裂いた亀裂に恐れおののいたようだな。ふん、俺まで飛んでいたら今頃貴様の第二の攻撃で地の底へまっしぐらに落とされていただろう。ほう、仲間を無事に逃がすためにあえてこの場に残ったというのか。こしゃくな、後悔するぞ小僧。お前もアイオロス同様あの世に送り届けてやるわ。まさかお前がアイオロスを。そうだ、恐れ多くもアテナ殺害を試みたアイオロスに
天柱を加えたのはこの修羅だ。修羅よ、13年前アイオロスが命に代えて守った赤ん坊こそお前が忠を尽くしているアテナ、その人だったんだぞ。バカな、アテナはこのサンクチュアリにおられるのだ。見えついた嘘をつくな。だがお前はアテナの姿を見たことがあるのか。それは。えい、黙れ口の減らない奴め。二度と喋れんように首を落としてやる。この死竜のコスモ、すべてお前に叩きつけてやる。お前の心臓を串刺しにしてやる。はい、と。シュフカリバー！ひとつき、なぜ俺たちをマカツキウエの中に襲ってこなかった。おお、俺の存在に気がついていたのか。マカツキウエにある気高いアテナゾン、お前の虫けらども、血で汚すわけにはいかんか。殺し気のカナダ、そうはいかん。ノザン昇竜派、我が聖剣の前に散り、我が聖剣の前に散り、ノザン昇竜派。俺の鋼のように研ぎ澄まされた両手両足はゴールドフェインズで12人の中でも最強の威力を持っているのだ。特に思考はいかなるものも切り裂くエクスカリバーと呼ばれている。エクスカリバー、主流秘書正義を作る、アテナ自らが与えた剣。この一撃で切れる。アテナ、サンクチュアリに反逆を企てるお前たちを、これで終わりだ。聖なる剣、エクスカリバーで切り刻んでやろう。エクスカリバー、何もかもここまで切り裂くとか。ロザン昇竜派、観念したか、シリュウ。アテナに対する反逆の罪を死をもって償える。我が聖剣の前に散り。ウィナー、最高の強度を誇るドラゴンの盾には通用しない。竜の名折れだ。甘いぞ、そんな子供騙しの技がゴールドセイントのこの修羅に通用するか。そーら、ついでにクロスも全て剥ぎ取ってくれるわ。エクスカリバーの切れ味を思い知るがいい。最強を誇るこのドラゴンの盾まで真っ二つにするとは。これで終わりだ。今首を落として楽にしてやるぞ。なんだ、この絶体絶命の時にこの男のコスモは衰えるどころかさらに増大していく。この死竜にはまだ残されたものがあるというのか。老師、お言葉に背いて申し訳ありません。この死竜、老師の戒めを破ります。修羅、今から俺は老師に禁じられた技を使う。たとえこの死竜の5体全てが飛ばされたとしても、俺は一人では死なんぞ。5体全てが飛ばされたとしても一人では死なん。このエクスカリバーのサビにしてくれる。はい、と。シュラ、お前は知らないようだから教えておこう。お前がアイオロスを崖下に落とした時、まだアイオロスは生き返しはいなかったのだ。アテナを守らねばならぬ一心で谷底から這い上がってきたに違いない。ロザン龍之将、
のお前が俺を倒すことなどできるわけがない。全に諦めろ。登山昇竜だ。アテナ、その命にかけて守りきったアイオロス、真の天気だったんだ。登山優勝。先ほどから感じるあの小娘のコスモは登山昇竜だ。アテナは強行と共におられるのだ。登山昇竜だ。ということなど信じてはならん。登山優勝。結果外れの攻撃。登山優勝。今までとはまるで別人のようだ。まるで友人が死竜の体に乗り移ったようだ。しかも何のそのことを、その戒めをやめましょう。登山降臨。ウィナー、アテナのために戦う。セイントなら分かりきったこと。ロシ、申し訳ありません。お前も連れて行くぞ、シュラ。この技はロザン交流派。交流派は我が体温ある老師に禁じられていた。己の命と引き換えにどんな強敵も滅ぼす絶対無視の技。なんだと、ライブラの老師にか。ならばなぜそうまでして戦う。なぜだ。シュライ、セイントなら分かりきったこと。アテナのためだ。アテナはこれから平和を乱す邪悪と戦わなければならない大事な人。その沙織さんが悪を打ち払い、この世が平和になり、それによって俺たちのような不幸な子供たちがいなくなるのなら、この死竜一人の命など安いものだ。お前のような男がまだこの世にいたとは。どうやら俺は間違っていたようだ。許せ死竜よ、アイオロスよ。死竜、お前は死んではならん。お前のような男こそ生き抜いて、これからもアテナのために戦わなければならないのだ。だがもう遅いようだ。間もなく俺たちの体は燃え尽きる。そして俺たちのコスモは塵となって永遠に宇宙を漂う。これからはせめて星となってアテナを守るか。なあ死竜、死竜よ。このコスモは死竜。